めちゃめちゃゾッとした。これ体験する都市伝説、都市伝みんな大好き駅弁ちょっと弱いな。さあ、というわけで前回もいろいろな都市伝説を見ていったんだけど、今回はメリーさん行こうか。これチャプター1、メリーさんの話ってめちゃめちゃ有名だからね、知ってると思う。もしもし、私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。でもね、このワードしか知らない人多いと思うんだよね。なんで今回なんでそういう都市伝説みたいなのがね、こうついて回ってるのかちょっと見ていきたいと思います。私には物心がついた頃から大切にしていたものがあった。しかし先日引っ越しのついでにと、それを思い切って処分した。分かった、これがメリーさんなんだ。で、ぬいぐるみだったんだ、メリーさんは。私が処分したものは何？私が処分したもの、ね、可愛いぞこのメリーさん。もっと怖いものを想像してたんだけど、すげえ可愛いんだけどメリーさんこれ。大人になったせいか、それまで大切にしていた人形にいつしか興味を持たなくなっていた。古びて汚くなってたし、躊躇はしたけど仕方がなかった仕方なくはないのよ別に。エーペックスこのタイミングで来る。めっちゃ怒っとるやん。もうメリーさん捨てられてめちゃめちゃ怒っとるのよ、こう握り拳作って。ブルル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 ル。残業から帰宅したある日の夜、その音は部屋中に鳴り響いた。その音はどこでしょう。まあ、電話だよね。基本的に外す気ないんで、この問題。このね、問題は、なんで俺もこれって聞かれてんのかわかんない。もう誰でもわかる。シンプル。あたしメリーさん、今、ゴミ捨て場にいるの。来たね、メリーさんから電話。メリーさんって誰っていうとこだよね。急に電話来ても、この女の子かなからして、なんか、ここ変わりましたね。なんだな、なにこれ。なんやったんや、結局。ちょっとおもろそうだな。ちょっとおもろそうやな。いや、肩、いや、肩、全然倒せてない。全然倒せてない。え、なんで？何のゲームかわからん。私はただのいたずら電話だと思い、返答せずにそのまま電話を切った。だがしかし、電話はかかり続けるのである。切ったのもつかの間、またその音は部屋中に鳴り響く。だからね、言わしてもらっていい？別に、無理に聞かなくていいから。それ本当に。同じやつだったらビシッと言ってやろうと思って電話出たんだって、これね。さあ、あたしメリーさん、今、タバコ屋さんの角にいるの。うわー、これどんどん近づいてくるんだよね、これ確かね。電話して家に。あ、これネタバレこれネタバレもしかしてこれって。確かにこのマンションの近くにタバコ屋はあるけど、そんなまさか。いたずらにしてはあまりに生々しく感じる。私は気持ち悪くなり、受話器をその場で手放した。続けて、受話器から声がした。ああ、真似はいい。もうこの際当てる気ないとか、もう全然そういうのはもう突っ込まんもう。いいよ、全然。あたしメリーさん、今、あなたの家の前にいるの。家の前まで来ちゃった、ついに。ねえ、電話切ってもかかってくるし。受話器から外れてても声だけ聞こえるんですよ、これ。その言葉を聞いた瞬間だった。ドアの向こうに確かに何かがいるのを感じた。私はあまりの恐怖に、電話でしょ、どうせまた。知ってるんだから。ちょっと待って。ある。あまりの恐怖に。何？あまりの恐怖に。何？110番。110番ってことだ。わかったわ。なんだ？あまりの恐怖にどうしたんだこれ。写真？でも絶対違うよな。違うよね。何これ？全然わかんないんだけど。あまりの恐怖に何？どこ押せばいいのこれ一体。急にバカむずい問題来たんだけど。受話器取ったんだろ？だから受話器やろ？なんでやねん？違うの？あまりの恐怖に喋ったんじゃないのその人と。待って、わからん。圧倒的に言葉が足りなすぎてわからん。破壊した。液晶パネルを殴った。いや、もうないって。ないってこれ以上可能性はないのよ絶対に。何なんだこのあまりの恐怖に。ヒント見ていい？ヒントくれ。平和なヒントやな。メリーさん見てたんだからなんかもうちょっとあったでしょ。電話線を切れば電話は鳴り止むはず。悔しい。ヒントじゃなくて答えなんだけど悔しい。そうか、電話線切ればよかったのか。なんだよ、これ全然わかるラインだったな。怖い。電話線をぶち切ったのに電話かかってくるの怖すぎるだろこれ。電話線は切ってるはずなのにどうして。その言葉は私の耳に重なって聞こえた。あたしメリーさん、今あなたの後ろにいるの。おーいお茶。ちょっと今の音も一緒に来たらびっくりしてたね。あなたの後ろにいるのってめちゃめちゃ前から来たし。真相究明。はい。まあなんか都市伝説がありましたと。誰が何の意図でこのような話を広めたかも不明。それと同時に今あなたの後ろにいるのの後についても語られていないため、噂が噂を呼ぶ恐怖の伝説として語り継がれている。ガラケー時代にチェーンメールが流行り、その際の文面がメリーさんの話そっくり使われていたことが多く、それがきっかけでみんなに伝わっていったと。もう俺が知りたかった大事な部分全然教えてくれなかった。何が元となったのかっていうのを知りたくてこれ見たのに、もうこれ分かんないんだ。もうそれゲーム作った人も分かんないんだって。でもみんな気をつけて。急に電話鳴って、あたしメリーさんで今あなたの後ろにいないか。はい、セカンドステージ。何行く。星を見る少女っていうのがなんか最初から解放されてたんだけど、あんまり怖い感じしないよな。星を見る少女、ここらで怖い感じじゃないの言っとく。口裂け女行きたい。口裂け女っていうのすごい怖いんだよ。でね、映画とかでもあるの、ジャパニーズホラーみたいな感じで。で、何作もあるんだけど、俺結構見てて、口裂け女行きたい。けど、まずはちょっと、お通しみたいな感じで、星を見る少女行こう。これは絶対に怖くないと思う、でも。首をつっちゃった系かな、これ。星の綺麗な夜、空を見ながら歩いていると、マンションの窓際にもっと綺麗なものを見つけたんだ。俺が見つけたのは、ドゥルドゥ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 リーン！女の子です。星空を眺めている少女。一目惚れとはこういうことなんだろう。早いな。じーっと空を見つめ続ける。その白い横顔がとても綺麗だった。次の日も彼女は星を見ていた。あまりに一点を見つめ続けているので、その視線の先を追うと、ある有名な星座が空に輝いていた。あれがデネブ・アルタイル・ベガね。わかるよ、そういうことなんだよ。で、この子わかった。もうこれ死んでるんだ。首をつってもう死んじゃってるんだよ。だからずっとここにいるんだよ。で、同じところを見てるみたいな。自分が一目惚れした相手は実はもう死んでしまってたっていうオチだろこれ絶対。だから俺は冬の空にその星座を見つけると、今でも彼女のことを強く思い出してしまう。オリオン座見てたみたいだねこの子はね。あれがデネブ・アルタイル・ベガじゃなかったわ。オリオン座。クッキーが働き、クッキーが楽しむ。スパークリング味読めない、ミント読めない、ラプリ読めない、自給自足クッキーライフ。建設ショップで街を発展させてね。ゼリーも育てられるよ。木も切れるんだ。パンも焼き、花を育て、人間を切り、宝石加工まで。もうクッキー関係ない。クッキーたちのスイートな王国、クッキーランキングダム。何のゲームなんだよ。次の日もそのまた次の日も、俺は帰り道に彼女と彼女の見つめるオリオン座を眺めた。美しくて穏やかな時間を共有できているような、そんな気分だったんだ。そして今日もまた彼女は窓際で空を見つめていた。でも何かがおかしい。だって今日は星が見えないんだ。曇ってます。そういうことなんだよな。星が見えるはずもないほど曇った空だ。気づけ！空は曇り空で星なんて見えない。彼女は一体何を見ているんだろうか。彼女は何も見てないんだよ。わかるか？次がラスト問題かな、これ。今日は昨日までの曇り空とは打って変わって満天の星空が広がる夜空だった。でも、俺にとっては何かが足りない。足りないものは？いや、わかりやすいな。わかりやすいな。もう、ここか空しかタップしてない今回俺。彼女がいないから寂しかった。彼女は窓際にいなかった。翌々日になっても彼女は現れなかった。そしてそれ以降俺が彼女を見かけることはなかった。引っ越してしまったのか、それとも星空に飽きたのか。奥手だった当時の俺には理由も確かめることができなかった。勇気を出して部屋を訪れてみたら、何かが変わっていただろうか。彼女のことは淡い恋の思い出として今も俺の心の中に大切にしまってある。うん。鈍感すぎん？いや、まあでも実際にその場面に直面したらさ、信じたくないのかなこれな。都市伝説の中でも不気味さと切なさを兼ね揃えた珍しいもの、茨城県つくば市が発端として語られており、オリオン座を見つめる少女と呼ばれることもある。この話にはいくつかバリエーションがあるが、男性が彼女に気づく以前に葬儀が終えてあり、男性が見ていた女性は幽霊だったという結末のものが一般的な話。そうなんだ、幽霊だったんだね。生身じゃなかったんだあれ。テレビでは幼くして癌に蝕まれた少女は夜空いっぱいに広がる星の中にオリオン座を見つけ、笑顔のまま息を引き取るというストーリーで映像化された。星見少女ってそんなに有名な話なんだね。でもまあなんか都市伝説、なんか実際にあった話とかではなく、まあ語られているよっていう感じなんだね。いやなんか俺一番怖いのはねえ、途中までなんか3日間ぐらい放置されてて、その死体を回収されてから見えなくなったのかなって俺これ見て思っちゃったんだけど、まあでも不気味だよね、何にせよね。まあ結局真相はわからないと。俺結構真相を分かりたいタイプの人間だけど、このゲーム一生真相教えてくれないんだけど。まあそっか、都市伝説ってそもそも伝説だもんね。実際にある話とかではないもんな。そりゃそういう風になっちゃうか。じゃあみんな大好き口裂け女いきます。噂の真相。さあ、僕の通う小学校には有名な噂がある。それはマスク女と呼ばれている女の噂で、最近小学校の近くに現れては唐突に切りかかってくるらしい。バカバカしい。そんな妖怪みたいなやついるわけないじゃん。僕はその噂を信じなかった。なんたって犠牲者の報告が一切ないからだ。所詮人間の噂なんてその程度だ。そんなことを思いながら下校していると、見慣れた風景の中にふと違和感を見つけた。僕が感じた違和感は何？違和感があるんだ、ここのどっかに。違和感、違和感、いわな、普通の道だな。違和感ないけどな。まあ、強いて言えば、なんかカーテンが外に出てる。あー、絶対ここでしょ！窓から脱出したんじゃないのあれ。違和感、あ、これ窓。なんか窓が鉄みたいになってる。これ、違うんだ。待って、みんな違和感わからん。何これ。なんかこれからなんか人形みたいなのがある？違う。何違和感？マジでわからん。マジでわからん、これ。何これ違和感。みんなもわかった？なんだこの違和感で。虫眼鏡でもねえと見えねえよ、こんなんちっちゃすぎて。なんだ違和感って。どこ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 ？待って。違和感でしょ？どこどこ？全然わかんないんだけど。これなんかついてる？これもしかして。いや、違うのかい。でも違和感って言うとさ、もっとでっかい。気づいちゃったかも。いや、むずいな、だとしたら。これ。真ん中の影がおかしくない？ほら、デカデカとこの影だよ、違和感って。これでしょ？ほら、電柱の影の形じゃないんだよ、これ。あ、怖い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 。やばい、めっちゃゾッとした、今。めちゃめちゃゾッとした、これ。なんだろう。影にしては不自然な形。人間の形をした影？でもなんで電柱の影に隠れて。そう思った瞬間、僕は顔を引きつらせた。今の怖いな。気づきにくいけど気づいた時すげえ怖いわ、これ。やばい。出てきた。マスク女って一人でいる人間の前にしか現れないんだって。物陰にひっそりと隠れてるらしいよ。僕は今日居残りの掃除当番をしていた。そのせいで空もオレンジ色に染まっており、一人だ。いや、そんなはずないさ。そう強く自分に言い聞かせても、足は動かなかった。時間は待ってくれない。電柱からそいつは出てきた。出てきてしまった。電柱から出てきたものは何？0100なのやめて。0100なの難易度が、基本的に。赤いロングコートに、あれはマスク？噂は本当だった。赤いロングコートに顔半分を覆うほどのでかいマスク。間違いない。マスク女だ。そいつはゆっくりとこっちに向かって歩き出した。怖いねー。怖いねー。本当にねー。みんなも気をつけてね、これ本当。全然あるからね、この話。あ、離婚した DV 夫だ。テク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 。でれん。ああ、これね、車に引かせようとしてんだ、これ。あ、違う。誰か助けて。いや、ならんやろ、そうは。そうはならんやろ、絶対に。うん。で、そしたら、いや、ならんやろ、そうも。大成功じゃねえんだよ、お前。どっちもなるか、お前。うわー！なんで？どうして僕がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。逃げないと。早くここから逃げないと。マスク女の足が僕の目の前で止まった。そして、マスク越しに言葉を発した。ねえ、私、綺麗？うん、とても綺麗だよ。怖い。絶対これ選択肢変わんない。綺麗だよって言うと、なんかいいんじゃなかったっけ？伝説的には。マスク女の腕が、マスクに手をかけた。まだ次あんの？まだ次あるのこれ。なんでだよ、終わりじゃなかったのか、今ので。あ、来るよ。僕は驚いた。女の口は耳元まで裂けており、それは人というにはあまりにも言い難い姿をしたものだった。口が裂けた女は僕の反応に目もくれず、続けて言葉を発した。ねえ、これでも、私綺麗？うん、うん、やっぱり綺麗だよ。返答を聞いた女は隠し持っていた長いハサミを躊躇なく僕の口に向けた。周りには悲惨な叫び声と甲高い笑い声が響いた。あれこれ褒めたら許してくれるんじゃなかったっけ？あれ結局真相究明だよ、こんなん。ある小学生が下校中、向かい側から夏にもかかわらず真っ赤なロングコートを着ており、口には大きなマスクをしている不審者の女性が歩いてきた。すれ違い際に、ねえ、私綺麗？と声をかけ、うん。お姉さんは綺麗だよと答えると、これでもガーとマスクを剥ぎ、耳元まで裂けた口を見せた。小学生は恐怖のあまり逃げ出したが、女性の追いかけてくるスピードが凄まじく、噂では時速100キロほど、すぐに追いつかれ、手に持った鎌で口を裂かれてしまった。ハサミか。1979年の春から夏にかけて全国の小中学生に恐怖を与え、パトカーの出動騒ぎや集団下校が行われるなどの社会化現象にまで発展した、最も知れ渡っている都市伝説。模倣犯まで出現した？そうなの？でも被害者はいないんだ。なるほどね。すごいね。都市伝説から集団下校、でも集団下校は実際なんかあるもんね。実際にこういう人がいるんだよっていう噂話からっていう。でもそっからこの話でなったんだ、そういう風に。って考えたらすげえ怖えな。口裂け女の伝説が、そういう感じにね、なんか社会現象まで本当になってたんだね、これは。っていうのが知れただけなんか、満足したわ。というわけでね、皆さん今回はこの3個のエピソードを遊んでみました。いかがだったでしょうか？このアプリ個人的にすごい少し休憩しませんか？タイミングね。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。